会場の皆さん、全国の皆さん、こんばんは。今日はお暑い中、日本共産党90周年を記念するこの集まりにたくさんの方がおいでいただきまして、本当にありがとうございます。私は今日この記念の日を皆さんと共に党の歴史を考える機会を得て大変嬉しく思っております。皆さん、日本共産党の90年は国民の利益、平和と民主主義、そして日本社会の進歩発展を目指して、その障害となるものに対してはいかに強力で巨大な相手であろうとも恐れずに立ち向かってきた歴史であります。おのずから三つの戦いが浮かんでまいります。党創立の最初の時に立ち向かわなければならなかったのは天皇制国家でした。この国家とはどんなものだったか、今の日本に生きる皆さんには想像ができない時代ですが、この国家は神の名を掲げてはいたが、天皇絶対の旗を振りかざして軍部がどんなことでもやってのける戦争国家でした。しかもその決定や命令には国民は無条件で服従すべし、これに反抗する者は死刑を含む重罪で脅しつける、こういう体制でした。日本共産党は1922年の創立の時からこの国家を変革する民主主義の革命の旗を勇気を持って掲げて頑張りました。この方針をまとまった綱領的な文書で示したものが、いわゆる27年テーゼ、32年テーゼでした。これは当時私たちが加盟していた国際組織のコミンテルンが、そこで党の代表も参加して討論して決めた結論でした。ただここで皆さん方に思っていただきたいのは、こういうテーゼが出る前に日本の党の理論家たちが日本の社会を自分たちで分析して、それに先立って同じ結論を出していた、そういうことであります。その理論家の中に、最近そのことは赤旗のインタビューで振り返る機会を持ちましたが、30年代の大弾圧の中、党中央の再建の先頭に立ち、検挙されて3ヶ月後に33歳の生涯を終えた若い理論家野呂栄太郎がいたことに、ぜひ心を留めていただきたいと思います。党はこの戦いのために国賊のレッテルを貼られ、あらゆる弾圧迫害を受けました。渡辺正之助、上田茂樹、岩田義道、小林武二、国領五一郎、石川昭一など多くの先輩が命を落としましたし、また宮本賢治元議長をはじめ、獄中で戦時下の十数年を過ごした幹部や活動家もいました。しかし皆さん、共産党のこの戦いが国民にとってどんな意味を持っていたか、そのことをはっきり示したのが、あの15年にわたる戦争の経過ではなかったでしょうか。あの戦争はアジア諸国民に大変な惨害をもたらした侵略戦争でした。同時にそれが日本国民にとって何だったのか、私は国民全体が体験した三つの経験を思い出していただきたいと思うんです。第一、この戦争に動員された軍人兵隊の運命でした。日本軍はアジア太平洋の戦場で200数十万の戦没者を出しました。しかしその大部分は戦って死んだんじゃありません。半分以上、百数十万が餓死者、飢えて死んだんです。それは食料補給の手立ても講じないまま、何万何十万の軍隊を兵器で
前線に送り出した。まさにその結果でありました。自国の軍隊を、その人命をこれほどまでに軽視し無残に扱った戦争は世界史にも他に前例がないものであります。第二、フィリッピの戦争で完全な敗北を遂げて最後に迎えた年、1945年の出来事でした。もう戦争に活路はない、これは誰の目にも明らかでした。しかしその時、天皇制国家をそのまま残す保証がないと言って平和交渉が拒否されました。あの時和平競争に踏み切っていたら本土大空襲も3月6月の沖縄戦も8月の広島長崎も、そしてソ連の参戦による満州樺太の悲劇もなかったはずです。ところが戦局打開の何の見通しも計画もないのに、国体護持を国民の命に優先させ、本土決戦、一億玉砕、これを叫び続けた天皇制国家の指導者たちこそ、1945年の国民的な大惨劇を引き起こしたのであります。第三、日本が降伏したとき、世界が日本に要求したのは何だったでしょうか。日本が受諾した連合国のポツダム宣言に記されていたのは、日本国家の抹殺でも滅亡でもありませんでした。戦争国家の転換、つまり専制主義と軍国主義の日本を民主主義と平和主義の日本に変える、これが目標でした。その対極の方向は我が党が目指してきた民主主義の革命と一致しており、党の戦いが世界の平和と社会進歩の流れに沿っていたことを証明したものでした。私はこの3つの国民的な経験を頭に置きながら天皇制国家に立ち向かい、平和と民主主義の戦いに倒れた無数の先輩戦士たちに心からの敬意を捧げるものであります。戦後初めて合法的な活動の権利を獲得した我が党は、直ちに国民の生活復興と民主主義日本の建設を目指して活動を始めました。この戦いで次の3つの点に注目してほしいと思います。一つは憲法の問題です。今の日本国憲法では国民主権の原則が謳われています。しかし戦後日本の政党の中でこの原則を主張した政党は日本共産党しかいませんでした。46年に憲法制定の議会が開かれて、占領軍の承認を得た日本政府の草案が提案された時にも、そこには国民主権の言葉はありませんでした。党の議員団が直ちに修正の提案を出しました。続いて連合国の極東委員会が同じ趣旨の厳しい決定をしました。この内外の力が相合流する形で今の国民主権の原則を日本国憲法に明記させたわけであります。二つは国の独立の問題です。世界の舞台で米ソの対決が厳しくなる中、アメリカの占領軍は日本の民主化という最初の任務を捨てて国民と民主勢力の抑圧という姿を表しました。その時、1947年12月の党大会でポツダム宣言の厳正維持し、日本の完全な独立という行動綱領を我が党は掲げました。日本共産党が占領下に勇気を持ってこの旗を掲げた唯一の政党であったことは、私たちの誇りある歴史であります。今日は新憲法のもと、最初の選挙、41年選挙では100万票4議席しか得ませんでした。しかしこういう戦いの中、49年1月の総選挙では298万票、
35議席に飛躍しました。他の政党が軒並み占領軍への追従を競い合う中で、確固とした国民的立場を貫いてきた戦後第一次の我が党の躍進でした。ところがその時、日本の党と民主勢力の前進を脅かす相手が予想もしないところから現れました。それがスターリンが支配するソ連だったのです。私たちは社会主義の国であるソ連が大きな力を持ったこと、続いて中国の革命が勝利したこと、こういうように世界情勢が変わったことは日本の民主運動を進める上でも大きな有利な条件だと当時見ていました。しかし事態は全く違っていたんです。私たちの国際交流が断絶していた10年余りの間に、ソ連はとんでもない体制に変貌していました。どう変わっていたか、そのあらましをソ連崩壊後明らかになった事実を含めて大まかにでも説明しておきたいと思うんです。まず30年代の半ば、ソ連国内では革命と社会主義のために身を捧げた何万何十万、さらにはそれを超える人たちが外国帝国主義の手先という無実の罪を着せられてテロの犠牲になりました。コミンテルンで活動していた我が党の山本健三など同志を含め、多くの外国共産党員もそれに巻き込まれました。その嵐が過ぎた後、ソ連はスターリンが全ての重要政策を一人で決定する、誰もがそれに無条件に従うという専制国家にすっかり変わったんです。スターリンはこの体制を作り上げると、ソ連の領土と勢力圏の拡大を国家の至上目的とする大国主義、覇権主義の道に乗り出しました。まずヨーロッパで大戦が始まる直前、それまで掲げていたファシズム反対の旗を捨てて、ヒトラー・ドイツと手を結び、秘密条約で東ポーランド、バルト三国、そういうところを併合してしまったんです。しかも西ヨーロッパを征服したヒトラーは40年9月に日本やイタリアと軍事同盟を結びました。いわゆる三国軍事同盟です。11月にソ連外相モロトをベルリンに呼んで、この軍事同盟の仲間入りをソ連に提案したんです。その内容は、イギリスを撃破したらその後の世界を4カ国で分けようじゃないか、ドイツとイタリアはヨーロッパとアフリカ、日本は東アジアと東南アジア、ソ連には中央アジアから南の中東地域を割り当てる、これでどうだ。とんでもない計画でしたが、東欧の再分割ですでに味を占めていたスターリンは、代表の報告を聞いた後、ヒトラーに OK という提案受諾の回答をしました。ヒトラーは日本の侵略国家と結んで自国の領土拡大を図るなんていうのは、社会主義の精神を少しでも残していたら絶対踏み込めない話ですが、スターリンは平気でその道を選んだんでした。しかしこの四国同盟の提案は、すでに対ソ戦の方針を決めていたヒトラーが戦争準備をソ連の目からごまかすために編み出した大謀略だったんです。ヒトラーはスターリンが OK の回答を出すと、ドイツ全軍に対ソ戦の準備に入ることを命令、翌年1月早々からバルカンにどんどん軍隊を出します。ところがスターリンの方は、これはイギリス相手の作戦なんだ、そういうヒトラーの説明を真に受けて何の本格的な手段も取らないで見過ごしました。今ヒトラーが41年6月になぜソ連への不意打ちをあんなに見事にやってのけたのか、世界大戦の歴史の謎の一つになっています。その
最大の理由はヒトラーがスターリンの領土欲の強さにつけ込んで立てた謀略作戦の成功にあったんです。この戦争が始まるとスターリンは一旦捨てた反ファシズムの旗をまた拾ってアメリカ、イギリスと結び、ヒトラー、ドイツを打ち破る戦争ではソ連は大きな役割を果たしました。しかしこの中でも彼は領土拡張主義を捨てなかったんです。特に戦争の末期に残るは日本だけ、戦争早く終わらせるためにソ連も参戦してくるということを45年2月のヤルタ会談でアメリカに求められると、スターリンは領土の獲物がなければソ連国民は納得しない、こう言って、もっとロシア領だった南カラスだけでなく本来の日本の領土である千島もよこせ、それから日露戦争の前にロシアが持っていた中国の国内の権益も復活させろ、こういう要求を出して押し通しました。これが今の北方領土問題の根元にあるんです。あの戦争は連合国の側では領土不拡大を掲げた戦争でしたが、その戦争の目的に自国の領土の拡大をはっきり結びつけたのはソ連しかなかったということをはっきり見ておく必要があります。戦後の世界に登場したソ連は社会主義や革命の精神を捨てた、こういう存在に変わっていたんであります。スターリンは世界の共産党との関係でも戦争中コミンテルン解散しました。しかしその代わりに今度は主だった共産党の指導部を秘密の影の網の目で絡み取って直接ソ連の指導下に置く、こういう体制を取りました。ただ戦争が終わった時、日本はその網の目から外れていたんです。この空白を埋めるためにスターリンは戦争が終わったその時から日本の党や運動に対する干渉の計画を練り始めました。私たちの党に大変な苦難と分裂をもたらした50年問題とは、スターリンがこの作戦を発動したものでした。彼は最初は善意の受験者を装って手を出します。そして一部の幹部をがっちり自分の手に握ると、今度は党を分裂させてその代表を北京に呼び、ここに分派の司令部を作って、そこから日本に武装闘争の方針を持ち込むという無法無茶なことをやりました。この無法がアメリカによる日本共産党の事実上の反非合法化というダンスと結びついて、あの時代我が党を大変な苦難の中に落とし込みました。49年選挙で躍進した全ての議席も次の選挙で失いました。そして党が弱体となったこの時期に講和の名のもとに日米安保条約が押し付けられ、日本はアメリカの基地国家という状態に今日まで縛り付けられたんです。私たちの党がこの苦難を乗り越えて党の統一再建に足を生み出したのは50年代の後半でした。まだソ連の覇権主義の正体を見抜くところまではいきませんでしたが、自分たちの経験からの教訓として、相手がどんな経験を持った、どんな大国の党であれ、外国勢力の干渉は許さない、日本共産党の方針は全て自分自身で解決する、こういう自主独立の態度を確立しました。そして1958年の第7回党大会、1961年の第8回大会を通じて党の綱領を打ち立てました。この綱領でアメリカとの従属関係を断ち切り、国の政治経済で
国民本位の民主改革を実行する、こういう民主主義の革命をまず取り組んで、次の段階で社会主義に進むという段階的な発展の戦略を立てました。当時の世界の運動では、発達した資本主義国では社会主義の革命が当たり前っていうのが一般の方向で、私たちのこの方針は異端者扱いされました。しかし我が党は1960年の国際会議でもソ連、イタリア、フランスなどの党の反対意見を論破して、国際会議の声明にこの路線の意義づけをきちんと書き込ませました。この頃、日本で政権握るようになったのは保守合同で生まれた自民党です。この自民党にアメリカと日本の支配勢力は二つの異常な政治のレールを押し付けました。一つはアメリカの基地国家のままで日米安保条約絶対の道を進むというアメリカ言いなりのレール、もう一つは大企業集団の復興成長発展に国を挙げて取り組むという財界言いなりのレール、よく聞かれる言葉だと思いますが、大元はこの辺りにあるんです。これが今も生きて日本の政治を狂わしている間違ったレールの始まりだということをどうかよく覚えておいてほしいんであります。党が決定した綱領はこれと対決して、日本の前途に新しい進路を開く内容を持っていました。この綱領の下で私たちが政治革新の戦いに取り組んでいる最中の1964年、自主独立の党の存在を許さない、こういう言い分でソ連共産党から再び攻撃がかかってきました。スターリンはもう死んでいましたが、覇権主義の DNA は後継ぎの人たちにそのまま引き継がれていました。その2年後の1966年には中国からの攻撃が始まりました。国内で文化大革命という暴走を始めた毛沢東派が日本共産党を日中両国人民の敵、こう言い立てて全面攻撃に乗り出したんです。ソ連も中国も言葉だけの攻撃ではありません。それぞれが国の総力を挙げて日本国内に反日本共産党の戦線を広げると同時に、内通者を盛り立てて偽の共産党を作り、本気で日本共産党を潰そうという大干渉作戦でした。世界でも二つの大国の党から同時にこうした乱暴な干渉攻撃を仕掛けられた共産党は他にはないんです。我々は一歩も引かずにこの攻撃と正面から戦いました。文字通り全党が立ち上がって二つの干渉作戦を徹底的に打ち破り、同時に国内政治でも党綱領の旗の下で大きな躍進を勝ち取りました。総選挙では58年の選挙では101万票1議席でした。60年の安保の年にも115万票3議席でした。それが69年の320万票14議席に、そして72年の563万7千票39議席に、この戦いの中で大躍進したんです。これを支える党の勢力も58年の7回大会の時には党員3万6千人、赤旗読者は4万7千人でした。これが出発点でした。当時はまだ日曜版がなかったんです。それが73年の第12回党大会の時には党員34万2千人、読者は日刊誌が63万4千人、日曜版257万人に大きな発展を勝ち取りました。今振り返っても
本当にすごい時代だったと思います。内も外も激戦に次ぐ激戦でした。党員の一人一人共に腕を組んで干渉者に反撃し、日本の平和民主主義の実証を守り抜いた人々、その全ての人々の一人一人がまさに英雄の名に値する、そういう歴史的な奮闘の時代だったというのが、当時を振り返っての私の強烈な印象であります。こういう日本共産党の躍進は70年代に日本の政治の様子を一変させました。50年以来革新運勢を維持してきた京都に続いて、67年には東京都、71年に大阪府川崎市、72年には沖縄、埼玉、岡山の3県、73年には政令都市の名古屋と神戸、74年には香川と滋賀の2県、革新勢力の勝利が相次ぎました。75年4月1日の4月の伊勢市長選挙の時点では、全国の革新自治体の数は205、その人口は約4700万人、日本の総人口の約 43% が革新政治の下で生活するというところまで進みました。これは国政にも大きな影響を及ぼし、特に例を挙げますと、革新自治体に老人医療無料化が広がるでしょう。そうするとさすがの政府も応えきれなくなって、72年6月国として老人医療無料化の老人福祉法の改正を決める、こういうことまで起きたんです。国会でも論戦が活発化しました。もちろん私たちは雇用の立場で日本の新しい人類を示して頑張ります。どの野党も自民党の路線には同調しないで、それぞれの立場で国の進路を争うのが当時は論戦の当たり前の姿でした。国会運営でも共産党の参加で新しい展開が続々起こりました。73年石油ショックの最中で大企業の売り惜しみ、買い占めで国民生活が大変な目にあった時に、国会に大企業の代表を呼んで悪徳商法を徹底的に追及して告発しました。これも国会史上初めての快挙でした。76年にこの6級問題が起きた時には、政府与党がもみ消しに回ります。その時に共産党、社会党、公明党の3党が組んで、自民党に物を言わせないで両院議長と各党党首の会談を国会で開かして、それでロッキード徹底究明をレールを敷く、こういうこともやりました。統一戦争の機運は国政にも及んで、共産党と社会党の間では論戦ずっとあったんですけれども、70年代後半には社会党と共産党の党首の間で統一戦線に向かってお互い努力しようという確認を3回も結びました。簡単に見ただけでも、今の国の政治の状況と70年代とどんなに違っていたかお分かりいただけるんじゃないでしょうか。それが戦いの次の時代を開きました。この状態は日本の支配勢力にとっては大変なショックでした。もう日本共産党っていうのは50年問題でおしまいになった、片付いたと思っていたんです。その党がさらに大きな力を持って復活してきた、自主独立でソ連にも中国にも負けない、これは大変だっていうので、彼らは作戦を巡らしました。作戦といっても宣伝に弾圧する、アメリカのように弾圧する、そういうわけにはいきません。それで彼らが選んだのは、共産党に進出の可能性を与えないように日本の政界を作り変えるという道でした。
それは自民党政治のレールの上に共産党以外の政党全部乗せてしまう。形の上で与党野党の区別があっても大きな路線は全部一緒だ。言い換えれば安保のような大きな政治問題では日本共産党以外は全部与党だ。いわゆるオール与党です。この体制を作り上げようという作戦が1980年から始まりました。最初は政治制度まではいきません。とりあえず政党工作だというので社会党に狙いをつけ、公明党が働いて社会党を革新から引き下ろしました。80年1月の社交合意と言われるものです。それで日本共産党を政界ののき者にする、あの党に飛ばしても無駄だということを見せつける、こういうことの始まりでした。そしてもう80年代の国会は地方政治は革新の声がザーッとしてまって、社会党と自民党の協調で何でも運営されていく成り上国会がまた始まりました。しかしこの体制のこと必ず汚職腐敗を吹き出します。これではもう持たないとなった90年代初めに、政党工作だけではダメだ、政治制度の在り方を変えなきゃいかん、そういうことでいわゆる政治改革が今度は問題になりました。小選挙区制と政党助成金を入れて2つの政党、自民と非自民、大両党を2つに分けて自民と非自民の間で選挙し合う、そしたらもう共産党の入り込む余地がない、こういうシステムにしようという企てでした。93年の総選挙、この筋書きに沿って大両党が自民と非自民にきれいに分かれました。選挙の結果、細川首相を担いだ非自民連合が勝って政権交代ができる、見事に自民党政治の危機を救い出しました。しかしその時は非自民政党というのが本当にいくつ8つもの党の連合状態でまとまらないで、細川内閣は政治改悪の法案を通しただけで潰れてしまいました。そうなると非自民連合もバラバラになります。その結果2つの政党どころかたくさんの政党が並び立つ多党化時代に入っちゃったんです。こうしてにわか作りの二大政党体制が壊れると、もう新しい選挙制度も共産党藤木氏から持ちません。そうなれば誰が国民の利益を守るか、誰が日本の進路を開く力を持っているか、これが否応なしに選挙戦に問われます。党が96年の総選挙で比例726万8千票、98年の参議院選挙で比例820万、第三次の躍進を実現したのは小池情勢のもとでした。これは大変だ。二つの選挙の結果を受けて今度は財界総係で三回目の企てが2003年に始まりました。それが二大政党づくりの新戦略です。10年前の細川新党みたいにごちゃごちゃの連合ではダメだ、まずもう少し長持ちのする非自民の統一政党を作ろう、こういう覚悟で新民主党が生まれました。選挙とは政権党を選ぶもの、そういう原則を勝手に宣言して国民に押し付け、二大政党以外の選挙は枠外にする、こういう狙いで選挙方式の切り替えも大掛かりに強行されました。今では評判がた落ちのマニフェスト選挙もこの時に
持ち込まれたものでした。しかし第3回目のこの作戦も東洋集めの切り札とされた政権交代が3年前いよいよ実現してみるともうダメです。結局衣の衣装だけ変えて自民党政治を続かせるそういうやり方だっていうことがたちまち明らかになりました。そういうことで暮らしてきたのがこの30年間なんです。じゃあその間に共産党を締め出しには大変なエネルギーを使ってきたが、じゃあ日本の大事な政治のためには何がやられてきたのか。それは半世紀の前に設定されたアメリカになり財界になりのレールの上を無責任無反省にただ走り続けるだけの投げやり政治でした。その経過と結果を見るために今消費税増税の口実として大問題になっている財政危機がなぜ生まれたかを考えてみましょう。財政危機の深さを示す物差しに国と地方の借金という問題があります。これがその国の経済の力、国内総生産 GDP に対してどれぐらいの割合になっているかということが世界では財政危機の深さを示す物差しになっています。今日本ではこの借金比率は 190%、 ギリシャよりやっぱり悪いんです。これは自動的に増えてきたわけではありません。誰が増やしたのか、誰がそれで利益を得ていたのか、事実を見てみましょう。日本の財政は70年代の末、横領党体制ができる前までは借金の総額98兆円、借金比率 44%、 まだ健全でした。それが横領党体制が始まってから10年経った80年代の末には借金総額254兆円、比率 61%。 当時ヨーロッパの EU では危機ラインは 60% と言われましたから、それを突破するところまで悪化しちゃったんです。94年の末にこれが 75% になった時、政府の諮問機関の財政制度審議会は答申を出して、この現状は近い将来破裂することが確実な時限爆弾を抱えている状態だ、なんとかしなきゃいかんという厳重な警告を出しましたが、政府も与党筋もこの警告に耳を傾ける者は誰もいませんでした。私は90年代末にこれが 120% を超えたときに、当時の小渕首相相手の党首討論でこの現状を指摘して警告したんですが、彼の答えは、私は1年半で借金を101兆円増やしましたよ、自慢顔で言うだけで、まさに投げやり政治を絵に描いたような姿で答えました。その結果、これが続いた結果、現在ではついに借金総額を900兆円、借金比率 190%、 まさに時限爆弾連続爆発という状態になっているんです。この危機の責任を負っているのは横領党勢力であって国民ではありません。誰がこの危機から儲けたのか、これも放漫財政の実際を見れば分かります。放漫財政でまず問題になるのは軍事費と公共事業費です。その予算の動きを10年ごとの合計で比べてみるとこうなります。軍事費は70年代12兆6千億円、80年代30兆5千億円、90年代46兆8千億円、2000年代48兆7千円
何千億円、こういう上がり方、90年代がガクンと多いんです。公共事業費、70年代153兆2000億円、80年代291兆3000億円、90年代460兆3000億円、2000年代293兆6000億円。これ赤字で多少落ちましたが、やっぱり90年代こうなってます。なぜ90年代こんな増えたのか。90年代といえば、その年代の頭にソ連が崩壊しました。一番の脅威だったソ連が崩壊したんだから、軍事費は安くなっていいはずなんですが、これがどんどん普及に上がった。調べてみると、例えば対装戦にしか使えない90型戦車っていうのを、それから300何両もどんどん作り続けました。対装戦用のイージス艦、1隻1200億円もするものを6隻も作りました。この2つの兵種だけで、合計1兆円の超える費用が軍需産業に支払われているんです。こんな馬鹿げたことやった。公共事業では、90年代の公共事業予算は70年代の3倍になりました。3倍超えました。覚えておらないでしょうか。村山首相が国、大統領とアメリカの、続いて橋本首相が次の大統領と、毎年50兆円ずつ公共投資をやって、それを13年間続けるという固い約束を交わしたんです。公共投資っていうのは、国民の必要があるから投資するもんでしょう。それをいくらやるかっていう莫大な金をアメリカと決めてしまって、政府が投資先をそれから探す、そういう逆立ち政治が90年代に始まったんです。こうして浪費が美徳、これが横領と政治の合言葉になって、日本の財政危機は誰も心配しないで楽々と危機ラインを突破して今日に至ったんです。しかもその間、税金の負担の面でも大改悪がありました。80年代の末には税収全体の 34% は財界中心の法人税が占めてました。それが皆さん今では 20% あって、大幅に減ってるんです。この面でも、浪費でも、予算の浪費でも、最後の儲け仕事は財界に行く。税金の改革でも、最後の利益は財界のため。こういうことがやられてきたわけですから、この歴史をきちんと見るなら、今の財政危機の責任が国民にあるんでもない、社会保障費の増大にあるんでもない、議論の余地がないじゃありませんか。アメリカと財界の注文は30年にわたって浪費の限りを尽くしてきたこと、きた横領と政治こそその責任者であります。そしてそこから利益を得てきた者こそ財界大企業主なんです。責任を防ぐ与党が自分の責任で最大の受益者である財界大企業の負担でこの危機を解決する、ここへ道を探求するのが当然ではないでしょうか。しかし横領党の誰もその責任の意識すらありません。自分たちの悪政の責任を平気で国民に押し付ける、こういう勢力にこのまま政治を任せ続けるようにいかないことは、この歴史を振り返っただけでも全く明らかではないでしょうか。当初を語る場合、60年代以後の党の理論史を省くわけにいきません。この半世紀は理論面でも党史の上で特別な時代を成していました。
自主独立の立場を確立したことは党の理論的発展の新しい出発点になりましたが、それだけでは問題解決しませんでした。スターリンは科学的社会主義とは似て非なる体系を作って、それが世界の定説になっている場合が少なくなかったんです。社会主義の理論では、ソ連で立派な社会主義のモデルができてんだから、今さら古い理論を持ち出す必要ない。マルクスの社会主義論の豊かな財産は投げ捨てられました。革命論でも、マルクスの理論は革命がまだ現実の問題になってない時に作られたもの。今ではそれは無用の長物。こう決めつけてあっさり投げ捨てられました。経済学では、資本論の大筋だけは引き継ぎましたが、それに、スターリン流の資本主義の全般的基礎になるものを継ぎ足して、これは、現代資本主義を研究する最高の理論だとされました。哲学や世界観の問題でも、スターリンが書いたとされる教科書の小冊子があって、そこでは、異物論も、弁証も、非積物論も、密開発のテーゼに簡単にまとめられている。そこに政治があると、勝手にされました。世界情勢論では、世界を、アメリカを先頭とする帝国主義陣営と、ソ連を先頭とする反帝国主義陣営に分けて、ソ連の強化発展こそが、世界の進歩発展に力になるんだ。こういうソ連大主義が、世界中に押し付けられました。これらの理論は世界の運動の中で常識的な定説になっている場合が多く、それを振り払って日本と世界を科学の目で分析する科学的社会主義の現代的観点を確立することは、自主独立の旗を立てた、さあそれでというわけにはいかない問題だったんです。我々はソ連や毛沢東との論争の中で、また日々ぶつかる日本と世界の諸問題との切り結びの中で、理論の関わる全領域にわたってマルクス以来の科学的社会主義の本来の理論と精神を復活させ、スターリンが持ち込んだエセ理論体系を克服してきました。その仕事に全力を注ぎました。マルクスをマルクス自身の歴史の中で読む、これを合言葉にしたマルクスの理論的到達点の研究、レーニンの積極面と同時に誤りも明らかにしながら遺産を汲み取る研究、すべてこの立場で行ってきたものでした。ここでその内容を詳しく報告するわけにいきませんけれども、7回大会以来の党の大会の記録や我々がその間に発表した主な論文だけでもざっと見ていただければ、およその内容は分かっていただけると思います。また、古典教室の最後の講義で、やや詳しく報告し、前衛の7月号にその部分は掲載しましたので、参照していただければありがたいと思います。我が党は、2004年の第23回党大会で、党綱領の抜本改定を行いましたが、新しい綱領には、61年以来の党の理論的発展の全てを私たちは盛り込みました。そして我々が半世紀にわたって取り組んできたこの仕事は、スターリン時代の中世的な影を一掃して、この理論の本来の姿を復活させる、そして現代に生かす、いわば科学的社会主義のルネサンスとも目指す活動とも呼べるものだと私は思っています。そういう意味で、日本共産党のこの間の理論史は、国際的にも重要な意義を持っていることを強調したいと思います。こういう歴史の中で、日本の現状を見るときに、私は、今日本の社会は、迫りつつある大きな転換の前夜にあるのではないか、こういう予感を
痛切に感じます。悪政の連続のもと、国民の苦難は生活的にと全分野で明白です。さらにアメリカ言いなり財界の言いなりの政治を進め、そこから利益を独り占めにしてきている財界自身がこういう政治を歓迎しながらも、多少とも長い視野での先の話になると全く見通しを持てないで戸惑ってる。これも至るところで明らかになっています。大体資本主義の下でも、一国の健全な経済発展は国民生活を中心にした内需の拡大なしにはありえないんです。これが経済の鉄則です。国民を犠牲に財界大企業の成長だけを追求する、こんな枠組みでは矛盾を深刻化するだけです。外交では今世界では日本の存在感は全くありません。大体皆さん見てごらんなさい。何かことが起こった時に日本に相談に来る国がありますか？これは内閣の出来不出来だけの問題じゃないんです。実勢を変えたアメリカための外交を半世紀以上も続けてきたこの国では、こういう外交では前途は絶対に開けないんです。世界は今発展的な大激動の時代を迎えています。発達した資本主義が世界の主役だった時代は終わりつつあります。人口は今では世界総人口の7分の1、経済の比重もこの20年間に世界の 80% から 60% に低下しました。そして今登場しているのはアジア、アフリカ、ラテンアメリカの国々です。これらの国々は13世紀から15世紀、16世紀から19世紀にかけて資本主義に侵略されて、それまでの文明的な発達をピシャッと閉ざされた国ばかりです。その国々が植民体制が崩壊した中で独立国家として世界の表舞台に登場し、政治でも経済でも大きな役割を果たすようになっています。これは文字通り世界の様相を変える巨大な変化でした。今私たちが生きているのはこういう変化し躍動する世界なんです。この変化した世界で60年前に押し付けられた日米安保とアメリカ言いなり政治にしがみついているままの日本が自分の居場所を見つけられないのは当たり前じゃないでしょうか。日本の国民の間でも政治の資格を揺るがすような底深い大きな変化が進行しています。原発ゼロ、消費税増税反対、 TPP 反対、オスプレイ配備反対など、どの問題でも運動はこれまでのいろんなしがらみを押し流す勢いで大きな国民的うねりになりつつあります。毎週金曜日の原発再稼働反対の行動、この行動で若い世代が先頭に立っていることは、これからの日本にとって本当に頼もしいことであります。その中でこれまでの古いルールにとらわれたままの政党と、それを転換して新しい進路を目指す政党との違いもいよいよはっきりしてきています。積極的な利用集散はこれからもいろいろあるでしょう。しかしあれこれの名前や看板で目新しさを装ってみても、アメリカ言いなり財界言いなりという古いレールときっぱり手を切る覚悟を欠いた立場では今の日本の行き詰まりを打開することはできません。日本共産党は自民党政治の異常の枠組みを打ち破るために半世紀を超えて粘り強く戦ってきた政党であるからこそ、経済提言でも外交ビジョンでも日本の政治の転換の道筋を具体的に提起することができたし、できるし、そこから見えてくる新しい日本の展望が、今まで親しい接触がなかった団体や分野の間にも
連帯と共感の声を広げつつあります。外交面で言えば日本共産党は野党ではあるが、この十数年来の野党外交の展開を通じてアジアの近隣諸国ともイスラム諸国とも、またラテンアメリカの新興諸国とも対話と友好のネットワークを築いてきました。このネットワークの広さと質は資金頼みの政権等のネットワークよりも広くかつ強いものがあるかもしれません。これらが示しているのは、横領党体制下長年続いた古い政治が生み出した閉塞感を打ち破り、21世紀にふさわしい新しい前進の時代を開く客観的な諸条件が各方面から熟しつつある、こういうことではないでしょうか。今私たちは日本の新しい進路につながる諸要因が社会のさまざまな地点で大きく生まれつつある中で感情しています、活動しています。そしてその中で党の創立90周年の記念すべき日を迎えています。そのことを深くつかもうじゃありませんか。私はその方に日本の未来を担っている若い世代の皆さんに特にこのことを訴えたいのであります。今私たちが目指している日本共産党の躍進は日本の進路の21世紀的な転換というこの大事業の要を成すものであります。創立以来90年間日本の社会変革の事業に力を尽くしてきた数知れない先輩たちの活動に思いを寄せ、その志を受け継ぎながら日本共産党の躍進のために全力を注ぎ、日本共産の歴史の新しいページ、そして日本社会の歴史の新しいページを開こうではありませんか。どうもありがとうございました。